おはようございます。それでは8月9日金曜日朝6時の相場解説行ってみましょう。えー、と、今回はね、戻しからのマーケット設定です。上の方からドーンと落ちてきたものが、こうバウンスしてね、<laughs> デッドキャットバウンスっていう言葉が出ましたけども、まあ、戻しを見して、そこからマーケットがどのあたりにできるかなってところをまず設定しなければなりません。 で、今週はそれをしながら利益を取ってきたわけなんですけども、金曜日ね、今日は、直近で南海トラフ警報、そして宮崎湾沖での大きな地震がありましたので、そこでの影響がチャートに出ていることも解説していこうと思います。えー、当然、チャートっていうのは、あの、心理が出てますんでね、人の心理です。まあ、ですんで、大きな事件、事故があったら、実際の需給とは関係なく、市場は混乱するってことになります。 はい、で、日足があって次が4時間軸です4時間軸になっていくと大体の方向性が努めてきて、えっと、下落トレンドではないってことはわかるでしょで上昇トレンドに切り替わったこともだんだんもう見えてきたと思います移動平均線の上にローソク足が出ていってしかも移動平均線が上に向かう形に変化してきましたよね、まあ、要するにライムと青い線が入れ替わろうとしてるわけですよ で、この赤い線を真ん中にしてですね。で、チャンネルラインを引いても、安値が切り上げで、高値が切り上げてるってことになってきます。だから上昇の予兆が1時間から4時間に移ってきたってことになります。さらにもっとはっきりとね、上に向かうと、上昇トレンドっていうふうな呼び方ができるんですけどもね。はい、そして1時間を見ると、どういうことになるかっていうと、まあ、横ばい傾向が 捉えることができます天井が147の900っていう風にアナリストが分析しましたけどもこの辺りに、えー、上の抵抗がありますねで下の方は当然ですけどもこの辺りになってきますそれが昨日ここまで上にグッと動いてきたっていうのが南海トラフのこの要線によって持ち上げられたことかなと思いますこれはね材料もニュースもなかったんでおそらく南海トラフの情報から始まった 投資家の心理だと思いますよ、ねまあ、アメリカドルの方に逃げていったってことじゃないですか。まあ、けど、地震のことなんてのはね、一通りニュース見たら、どんどん落ち着いてくるものなんですよ、投資家の心理。まあ、だから、まあ、ある一定のところまでで終わったんじゃないかなと。この一本の要請以外は、あくまで小さい陰線要請の重なりになってますからね。で、さらにねあの、この間隔を見誤っちゃいけないので、便宜上15分を使うことにしますよ。だって148円。 とかの抵抗と145円の抵抗で上下3円ぐらいになっちゃうじゃないですか。これはどういうことかっていうと、このあたりだけしか値動きの上下がないのに、ボラテリティの関係で、こことここがこの画面の中に反映されてるからなんですよ。ですんで、ここだけをクローズアップしたチャートを見た方がいいので、便宜上15分の方を機能に引き続き使っていきます。これです。ね、これで結構スキルとするでしょ大まかに引きますと上がこうで、 下がこうというふうに捉えて145円の685から、えー、147円の575までありますけどもこれで上下2円ぐらいの差なんですよ。で直近でまとまろうとしてるのはこの辺りでしょってなると本当乱暴ですけども147円から147円の500あたりでこの上下ってのはまとめてみることができるんですよ。 で、こういうふうに、マーケットを絞っていって、ビジュアル的にもね、この上下の感覚をつかめるようにしていくことが大事なんで、今日も15分をね、目安にした方がいいと思います。ただし金曜日、稼げる週とは言っても、金曜日は難易度上がりますので、今日はあれじゃないですか、ちょっと休憩気味に無理にトレードしなくてもいいんじゃないかなと思います。はい。えー、ということでね、暑い夏が続きますけども、皆さん対象に気をつけていただいて、それから地震対策もちゃんとしてくださいね。 地震対策をすることによって、チャートの投資家心理、他の人の投資家心理もおそらく見えてくると思います。あくまでもね、他の人の気持ちに合わせていくことによって、このチャートっていうのは心理的にも見れるようになってきますので、その辺をメッセージとして、今回の放送は以上になります。それでは、FX オリ合いの方は、また別の放送で本日お会いしましょう。